赤堀くんのブロマイドがローソンで発売中。全15種類でシークレットが3種類。唐揚げくんを買ったついでに赤堀くんも買ってね。買うゴリ。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。お作り。さあ今回はクロムボ VS 竜巻、さすがのクロムボも吹っ飛ばされるのかをお送りいたします。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずはクロムボを怒らせてから落下すると落下ダメージがないらしい。前回は怒ってない状態で落下したので落下ダメがあったが、さあ果たして、はい、本当かどうかはわからないんですが、尻尾の先端の方に落ちると落下ダメがない。はい、アイオパトロールオフロードタイヤにすると怒るのか。一瞬怒らないと思ったけどやっぱり怒る。注意、タワーの時計台。フォームからいただいた情報なんですが、この時計台の屋根がどうやら貫通するらしいんです。あー確かに貫通する。この時計台の屋根から撃たれる可能性があるので注意してください。ピザパーティー、エモートとアイテムは一緒のピザなのか。エモートの方は小さいサイズのピザでサラミがトッピング、アイテムの方は大きめサイズでシールドキノコがマッシュルームみたいにトッピングされている。ということで結果は違うピザでした。さてお次、サメはカバートの金庫に入るのか。以前セブンの金庫を自由自在に入ってたサメ、アイオの金庫でも自由に入ることができるのかという検証。海洋金庫には入れない。もしかするとセブンの金庫よりも頑丈かもしれませんね。ク
フロムボ VS 竜巻いきましょう。これやっと直撃するシーンが撮れたので皆さんにもご紹介。どうなるか予想しながらご覧ください。結果はクロムは竜巻で飛ばないでした。竜巻はさすがに飛ぶかピヨピヨになるかなんていろいろ予想をしてたんですが、全く何事もなかったかのように普通でした。無敵なのか。ということで追加検証、火で燃えるのか。結果は燃えない。サメならどうかと思ってやってみたがこれもダメ。やはり今のところクロンボを倒す方法はなさそうです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上赤堀でした。バイバイ。おつぐり。